九州鉄道 99K998000 型は、かつて日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍した点打式蒸気機関車である。本校では、同系の8050型についても記述する。元は、筑豊鉄道が1892年から1895年にかけて、アメリカのボールドウィンロコモティブワークスから7両を輸入したものである。 その後、1897年の九州鉄道への営業譲渡に伴って同社へ席を移し、さらに1907年の国有化により、国有鉄道席を得たものである。製造の状況については、次の通りである。蒸気のうち、1892年製の9は、他の6両が短式であったのに対し、ボークレイン4基等複式を採用している。これは、日本では、 初めての導入であるのが特筆される。メーカーでの種別故障は、端式機が8から 28D、副式機が8から16、30D である。九州鉄道に移籍後は、端式のうち7、8、15、16は77型に、副式の9は79型に、1895年製の端式2両は99型に改められた。 短式機の形式が77型、99型に分かれたのは、淡水車の水槽容量が異なっていたためで、機関車本体は同じものである。九州鉄道の国有化後、1909年に制定された鉄道員の車両形式称号規定では、短式の6両が番号順に8000系、複式の1両が8050型に改版されたが、 8050は1915年に小倉工場で短式に改造され、8000系の追番の8006に編入された。その際、使用蒸気圧が高い分、シリンダ引っ張り力が摩擦引っ張り力に比して課題となるため、シリンダに物資を挿入し、直径を2 5ト、mm、ル縮小している。配置は一貫して、北九州地区で、行橋、大分、若松、能型。 トス、熊本などである。廃車は1923年1月及び2月で全車が解体された。8000から8 0 0の所元を示す。以降は8004万80005の数値。ありがとうございます。